こんにちは、こんばんは、DC の長澤です。こんにちは。ちょっと聞いてくださいよ。またですよ。今日はどうしましたか。また番組見つけちゃったよ。はい。背筋。背筋。うん、背筋。背筋に特化した番組でした。ということで、はい、立ちこまいつもの挨拶お願いします。みんな、うん、こんにちは、はい、立ちこまです。はい。今度はもう番組で背筋の話をしていたみたいですが、うん、そうなんだよ。どうなんですかこれ。意外にまともだったんですよ、話は。はいはい。この間のなんだっけ、行列のできる主治医だっけ。あ、違います。主治医ができる。あ、主治医ができる診療所。診療所、うん、ああ、そうそう。あれなんか全然普通だったよ。まともだった。行っちゃいましたけど。あ、行っちゃった。うん。あの番組は本当ひどかった。今回ね、普通にまともなんですよ。あ、そうですか。うん、ただ、行列ができる主治医より、うん、まともな番組っぽいですが、お前先生から背筋に関しての説明と適した運動の解説お願いしましょう。あ、うん。で、お前も間違えてるから。なんだっけ、主治医のできる診療所。行列じゃなかった。違う番組か、多分文句来るよ。それは法律の番組か文句来る。ということで、今日は背筋なんですよ。はい、で、背筋ってなんで重要かって話なんですけど、はい、最近ね、やっぱ東京は特に多いんですが、肩のゴリゴリ音とか多いんですよね。はい、でこれ肩のゴリゴリ音の時にも、これ多分ほとんど同じことを言ってるんですけど、肩のゴリゴリ音になってる人って肩の高さが違ってたり、肩がこう前に出たりするんですよ。そうですね。うん、そうすると、いわゆる背、じゃあそれをどうやってコントロールするかっていったら背筋しかないんでね。うん、だから今回は背筋の、まあ、簡単なトレーニング、はい、まあ、そこの番組にもちょっと言われてた方法よりももっと簡単に、まあ、できるっていうか、ちょっと道具がいるけどね。でも負荷がないとちょっと厳しいんですよ、今回に関しては。うん、自分の運動だけでどこまで持っていけるかってなかなか難しいんで、まあ、それはそのちょっと理由があってそういう風になるんでね。で、まず背筋は、ここのルピー君があるように、こう背中の筋肉です。で、背筋で皆さんね、ここの縦のラインを言うんですよ。これも背筋だけど、今回の背筋はこの運動です。この運動、はい、肩甲骨を後ろで寄せる運動に必要な筋肉はが今回の背筋だから、そうすると今まで僕らが言ってる、その背中の筋肉と、これ縦の筋肉なんですよね。そうですね。で、縦の筋肉ってこれな、起立筋って言って、こう姿勢をこう立たせる筋肉なんで、今回で関係ないです、うん、今回で関係ない。で、今回の筋肉はこの横に伸びてる筋肉なんですよ。ほう。縦じゃなくて横に伸びる筋肉で、横に伸びる筋肉なんで、腕をこういう風に動かすと筋肉が稼働すると。で、特に肩甲骨を中央で寄せるような筋肉がこの今回の筋肉になってくるんで、今回は背筋は背筋でも、まあ、用語で言うと、菱形筋のチューブの筋肉とか、僧帽筋、僧帽筋のチューブの筋肉とか、あと菱形筋、はい、大菱形筋とか小菱形筋っていうのがあるんです。だいたいこの系の筋肉がターゲットになると。で、もう一つこの時に重要なのが、実はこの胸筋がすごく張ってくるんですよ、普通の人は。なんでかって、僕らが一般生活で前側に腕を持ってきていろいろな作業をするんで、どうしてもここの筋肉を活発に使うと、はい、そうすると1日における筋肉の使用の対比を考えたら圧倒的なんですよ、こっちが。で、そうするとこの番組でね、その言われてたのが なんだっけ、こういう、ちょっと立たないね、こういう運動、うん、これいいよ、これは OK、 これは OK だけど、何が足りないって、負荷が圧倒的に足りないってこと。だって1日のほとんどこういうふうにしてるのに、何回かこんなことやったってそんな足りないでしょって話だから、大胸筋使ってる時間と同じ以上、それ以上に使わないと釣りが取れてこないので。だって今まで使ってないあれがあるから、借金、僕借金大好きよそういう使ってきてなかった借金があるから、その返済をしつつ貯金をするって話でしょ。はいはい、分かりやすい、うん、でそうすると足りんのですよ。はいはい。だからそうすると、よりアクティブにトレーニングしないと難しいっていうところで、まあ、今回は、まあ、より強力にするにはどうするかと。で、まあ、さっき言った大胸筋がこう硬くなってるんで、これをこうちょっとやっぱり伸ばしてあげると。だからそういう意味で言うと、こうやった時に後ろの筋肉使うんだけど、と同時にここの何、大胸筋が伸びるのよ。だからここの後ろの筋肉の強化としてはちょっと足りないけど、
ここの筋肉をこう、なんていうの、ストレッチするっていう意味合いではこれはすごくいい。なるほど。うん、あの、ちょっとこう視点が違うけどね。だから強化としては悪くはないけど負荷が足りなすぎる。ただここのストレッチにとっては非常にいいよというところで考えてほしい、うんうんうん、はい、あとなんだっけ、なんかペットボトルを持ってなんかやるんでしょ。そうですね、なんか手をこうこうしてもうまんま引きゅう、これはね、よくわかんないごめん、僕がさっき言った、僧帽筋チューブと菱形筋をほとんど使ってません、この時点で、はい、ほとんど使ってない、うん、だったら別にあのこれでいいじゃんって話じゃない。ここのモーションいらんじゃって、うん、ここのモーション別に、ここのモーション別に両肩とか使ってないからね。そう、使ってたら受けてる、うん、だったら腕を引けばいいだけって話で、腕を引いた時に使ってません。ここ使ってるのは何かっていうと広背筋という筋肉なんで、うんうん、まあ広背筋ってもう こっちも使うけど こっちも使うのね。だからまあ、まあ使ってないかなというところで、とこなんですね。先生、はいはい、そろそろ、うん、背筋の説明から運動に行きませんか。あ、そうね、だから説明はまあこれぐらいにして、じゃあ運動はって話ですね。で、さっき言ったように、はい、僕らが、あまりにも使ってこなかったんで、よりアクティブに動かさなきゃいけない。で、道具が必要なんですよ、はい、で、どうするかっていうと、いうところで、ちょっと、あ、そこでもいいよ、まあ、こういうね、あ、こっちもいいか、これです、ゴムチューブ。ゴムチューブ、まあ、こういうハンドルがついてなくても、ついてても全然どっちでもいい、はいはい、で、僕はこれを強力に進めます。別にチューブじゃなくてもいい、大きいゴムであれば。で、これを、まあ、テーブルとか動かない家具の足につけて、はい、で、どうするかって、こうやってこう引っ張るわけですよ。ちょっとルピー君手伝ってくれね、こうこうして、まあ、実際ルピー君はいないですよ、いないけど、まあ、これをこう家具の、まあ、こう柱とした時にこうやって引っ掛けるわけ、こうやって引っ掛けるわけ、はいはいはい、ね、で引っ掛けてどうするかって、僕がこういうふうに座ってね、でこれでこうやって引くわけ、ギューって、はいはいはい、ギューって引くわけよ、うん、で引くと、引いた時に僕のこの水平面、腕が後ろに行かなきゃいけませんよって話。あ、引かなきゃ、引かなきゃ、だってここの時点で肩甲骨動いてないから、うん、まあ、こっからここの間は動くけど、こっからが重要だから、こっからさらに肩甲骨をグッと寄せるところが重要なんで、そこの筋肉を強烈にやるにはやっぱりこう負荷がね、高くないとできない。で、いろいろ考えたの、鉄アレルができないかなとか、はい、できないこともないよ。ただうつ伏せになって、鉄アレルを持ってうつ伏せね、で、こう腕を上げると、結構きついですね。あ、きついと思う。いや、そんなんでもできるよと。だからこう、さっき言ったようにこうやって寝るでしょ、はい、で寝てこう 両手伸ばすわけよ、ね、で、この状態で鉄アレを持ってもらいますと、はいはい、で、鉄アレを持ってこうやって上げるわけよ、こうやってギャーギャーギャー。いやー、結構しんどいな。これしんどいよ。でもかなり効きそうですね。これかなり効く。ただ、まあ、これだったらペットボトル 50ml、500ml ぐらいのやつでやってもいいかなと思う。そうですね。うつ伏せになってこれで。だから、まあ、ゴムチューブっていうと、ゴムチューブ買わなきゃいけないから、まあ、ペットボトル 500ml を両方手に持って、うつ伏せになって、上げ下げすると。で、うつ伏せになった時点で、腕が自分の水平面より前に来ることが、もうこの時点で絶対ないんで、まあ、そういう意味で言うと、より効率的に。こうできるかなという感じですね。でね、まあ、背筋がなんでこんな重要かって、これ姿勢ですよ。さっき言った、一番最初に言った、その背筋が弱いと肩が前にめり込んでくるん で、そうすると、まあ、その最近はこう肩がボキボキになるとかね、この肩の高さが変わってきたりするんでね。あとは、姿勢で、姿勢が悪くなると、なんだっけ、頭痛とか肩こりの原因にもなるんで、ちょっとね、今日はね、まあ、その辺で、今日の番組は非常に良かったかなと、あの番組は。30分程度の番組だったんですけど、うん、で、まあ、今一度背筋の重要性というものをね、ちょっとやってもいいと思いまして。これからね、うん、まだテレワークとか自粛続くとか、そうやってほしいんですね。うん、ちょっとのことできるし、なんかね、ジムに行かなきゃって考える必要がちょっと僕も今回のコロナになくなってきたと思う。知恵を使えば家でどんだけでもできる。なるほど、うん、で、ジムであんな恐怖感をかける理由がないって話。いや、ムキムキになりたいのは別だよ。
まあそうですね、ボディービルダーみたいな、ボディービルダーみたいになりたいんだったらものすごい負荷をかけないとあそこまで筋肉が増加できないから、ただ皆さん多分ほとんど考えてないと思うんで、ということは日常においてその失ってしまった筋力を回復するんであれば、まあペットボトルをうまく使うことでね、あのいろいろできるんじゃないかなというふうに思うんで、よし今日ここまでですね。はい、立ちこま的には非常にオーソドックスな当たり障りのない内容なので特に評価はありません。厳しいですね。皆さん背筋は非常に重要な筋肉ですから頑張ってトレーニングをしてください。まあ、あの一言で言うと、特に面白くなかったんで、今日はこれでいいですよっていう立ち方がまあ普通のオーソドックな話ですよ。姿勢大事ですか。まあ姿勢は大事です。あの後々いろんなことが出てくるんでね、はい、ただまあそんなになんか難しく考えなくて手軽にできるしすぐに始められるんで、この運動に関して、あのいろんな筋肉重要な筋肉あります。ただ背筋は本当に注目されてないし、みんな知らないのか無視してんのかよくわかんない。みんなまたね。また終わらせたよ。OK。